動画をご覧いただく前の諸注意です。今回実況プレイさせていただいたゲームにはいじめに関する描写やかなり痛々しい流血、傷跡等の表現が含まれます。もし苦手な方、嫌悪感を抱くような方はブラウザバックをしていただくか目をつぶったままご覧ください。それではご視聴どうぞ。どうも皆さん、よそろ岡山と申します。笠梨さん実況プレイ、今日はやっていこうかなと思います。こちら、ひとさちさんという方が制作したフリーゲームでして、ジャンルは、ホラーオカルト短編ノベルゲームとなっております。短編で、1周15分ぐらいでエンディングが2つあるノベルゲームみたいなんですが、まあかなりタイトルのね、イラストとか雰囲気からなんかこうね、伝わってくるものがありますよね。ただ、このゲームですね、結構こう、ハートフルなお話になっているそうで、ホラーだったりとかちょっとこう、怖いオカルトな要素もあるんだけど、ハートフルなお話ということで、どういったゲームなのか、早速初めからスタートやっていきましょう。シーン1、水曜橋、平成ほにゃほにゃ年7月15日、中学2年生の夏。今俺はひどいいじめにあっている。無視されたり物を隠されたりするのはまだいい方で、向こうの機嫌が悪い日は気絶する寸前まで殴られる。だからといって、この水曜橋から身を投げようなんてことは考えちゃいない。俺は、まだ死ぬわけにはいかない。俺は、目的を果たすため、ある人物、いや、ある亡霊に会うために、この橋に訪れたんだ。亡霊、うわ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 、目がうっすら。この橋にはとある噂、いわゆる都市伝説が存在する。それは、笠梨さんという亡霊。ある雨の日の晩、この橋から身を投げたサラリーマンだと言われている。サラリーマンの霊。雨の夜に傘を持たずに橋に立っている男の人がいたら、それは笠梨さんだ。この町の間ではそんな話がまことしやかに囁かれている。笠梨さんが、なぜ自ら命を絶ったのか。それは誰にもわからない。わからないからこそ、人はあれこれ憶測したがるものだ。思うに、きっと彼はこの世を恨んで死んでいったんだ。そう、今の俺と同じように、憎しみを抱えているはず。現世に未練のある、怨霊なら、絶望的な状況に置かれた俺の気持ちを分かってくれるに違いない。そして、ここからが本題だ。俺はどうしても奴らに復讐がしたい。何としてもあいつらを殺してやりたい。笠梨さんが俺の話を聞いたら必ず復讐を手伝ってくれるだろう。亡霊の噂は追い詰められた俺にとって最後の頼みの綱だった。あら、この子が井上くん、今の語り部だった子だよね。いじめられてるわけだ。いないな。降りしきる雨の中、一人ふらふらと亡霊を探して回る。はたから見れば滑稽な様子だろうが、至って俺は真剣だ。至って真剣です。俺からすれば何も悪いことをしちゃいない自分が理不尽な扱いを受けている現状の方が非現実的に思える。そんな狂った世界ならば、常識から外れた存在がいたっておかしくないだろうと、そう思ったんだ。くそ、全然見つからないじゃないか。あっ、あれは40メートルほど先にいつの間にか立っていた人影。人影にこう丸ついてると影丸って読めちゃうっていう。僕ども影丸と読ませます。それは今にも消えてしまいそうな存在感だった。直感を信じて俺は人影の方へと走って向かう。雨のせいで服がじっとりと重たいけど、そんなこと気にしていられない。濡れた髪、青白い肌、鈍色の空を映す瞳。これ鈍色かな。彼はこの世のものとは思えない空虚さをまとっていた。かっこいい。俺と全く同じ位置にほぐろがある。あ、俺の方がちょっと目の外にあるかな、若干。あ、あの、
笠梨さん、君はこんな夜中に一人でどうしたんだい？彼は一瞬たじろいでから俺の方に目を向けた。音量の割に怖くはないな。それが第一印象だった。俺、井上って言います。その笠梨さんにお願いしたいことがあってここに来たんだ。願い事？わかった、ひとまず話を聞こう。ほっとした。もしかしたら話しかけた瞬間たたられるんじゃないかって怯えていたから。それから俺は自分の事情を明かした。いじめられていること、奴らに復讐しようという野望を抱いていること。笠梨さんはそれを黙って聞いていた。今までよく頑張ったね。やり返さずに耐え続けるのは辛かったろうに。別にやり返すまでの価値が向こうにはないってだけだよ。あのクズどもには話は通じないだろうし。で、ここからが願い事の内容なんだけどさ。僕でよければ君の力になるよ。あいつらのこと殺してほしいんだ。え、殺すって、どうして？あいつらのこと憎いから。俺の前から消えてほしいんだよ。ほら、亡霊の笠梨さんに頼めば呪い殺してくれるかなって。いや、それはやってくれないの？さっき力になるって言ったよね。はあ、これだから嘘つきの偽善者は。待ってくれ、そういうことじゃないんだ。ただあまりにもいきなりすぎる話じゃないか。人の生き死にに関わる頼み事なんて。笠梨さんは本当に幽霊なのかな？なんか随分とはっきりしてるよね。なんかイメージとはちょっと違うというか、それこそさっき井上くんも思ってたファーストインプレッション、音量にしては怖くなさすぎないかっていうところがちょっと気になるけど。それはそうだけど、俺にとってはすぐにでも叶えてほしい願いなんだ。わかるだろう。よし、そこまで言うなら決めた。叶えてくれるんだね、ありがとう。明日すぐにとは言えないよ。まずは君のことをもっと知ってからじゃないとダメだ。だから一晩じっくり考えたから、本当に復讐を果たしたいと思ったら来てほしいんだ。わかった、明日だね。絶対来るから待っててよ。うん、それじゃまた明日。これ以上雨が強さを増す前に帰るように笠梨さんに言われて、俺は水曜橋を後にした。都市伝説の存在に実際に会って、さらには話すことまでできたなんて夢のような心地だ。誰も信じてくれないだろうけど。明日笠梨さんに何を話そう。胸の高鳴りとともにどんどん歩く速度が増していった。シーン2、水曜橋、7月16日。梅雨が長引く7月、その日も小雨の降る夜だった。俺は約束通り再び水曜橋に足を運んだ。片手には一冊のノート。復讐するには君のことを知る必要があると言った笠梨さんに見せるためのものだ。笠梨さんは昨日と同じようにポツンと立っていた。うつろな目でずっとずっと遠くの方を見つめていた。来たよ。ああ、井上君、来てくれてありがとう。おや、そのノートは？俺のこと知りたいって言ったろ。だから俺の一番大事なものを持ってきた。オカルトノート。オカルトノート？なんだ、ユーマとかが書いてあるのかな。オカルトって？俺、オカルトについて調べるのが趣味でさ、怪談とか都市伝説とか好きなんだ。今までに集めた情報全部ここにある。いい趣味だね。どんな話があるのか聞かせてくれる？
そうだな。妖怪が潜むホテル、人の夢を食う男、報われない死を遂げた人が集まる死後の国、殺人劇場、他にもたくさんあるけど、俺は正直お金と話ってのは本当でも嘘でもどっちでもいいんだ。作り話でもそれを生み出した人の心自体が面白いから。恐怖ってのは未知に対して生まれる感情だろ。昔の人が妖怪を作ったのもそれが始まりだって言われてるし。確かになかなか奥が深そうだね。井上くんはどれが一番お気に入りなんだい？笠梨さんだよ。え？ごめん、やっぱ今のなし。なんかすごく恥ずかしいことを言った気がする。そうだね、なんかこう幼馴染の女の子と喋ってて、なんか話しやすいのは、一番話しやすいのはお前だよみたいな、面と向かって言ったラブコメの主人公みたいな状況になってる。ごめん、すごい例えが下手だった。そんな例えにもなってなかったわ。どうしてお気に入りなのかな。なしって言っただろ。ごめんごめん、恥ずかしがり屋さんめ。こんな調子で俺は時間も忘れて笠梨さんにオカルト論を語った。彼は全く飽きる様子も見せずにうなずき続けてくれた。まあ、同じオカルトのものとしてね。こうやって好きなものについて目いっぱい喋るのはいつぶりだろう。ひょっとしたら生まれて初めてかもしれない。オカルトが好きと言っていい趣味だねと肯定してくれる人なんて今まで周りにいなかったから、胸を張って言ったことがなかった。それにしても都市伝説の存在に都市伝説を教えるなんてなんだか変だ。相手が興味津々なものだから余計に笑えてくる。井上くんは本当に物知りだね。好きなことに夢中になれるって才能だよ。すごく羨ましい。笠梨さんだって生きてる時は趣味くらいあったろ。何が好きだったの？ごめん、覚えてないんだ。悪いね。そっか。いや、謝ることないよ。こっちこそごめん。それにしてもこんなにオカルトが好きなんだったらオカルト小説家にでもなれそうだね。実は夢なんだ、小説家。素敵な夢じゃないか。賢い、子だからきっといい文章を書くんだろうな。どんどん書いていろんなところに応募してみなよ。けど正直自信ないよ。自分の小説まだ誰にも見せたことないし。もったいないよ。もしかしたら厳しい感想をもらうかもって億劫になる気持ちはわかるけどね。そうだ、僕が最初に読むよ。ちゃんとアドバイスもする。だからさ、見せてくれるかな。わかった。ノートの後ろに書いてあるんだけど。笠梨さんはそれから真剣な顔つきで俺の小説を読み始めた。彼は物に触れないので代わりに俺がページをめくった。あら、物に触れないんだね。あ、じゃあ本当に幽霊ではあるのか。でもなんか悪用ではない気がするよな。物語が進むたび笠梨さんの目に光が宿っていくような、気のせいかもしれないけどそんな風に感じたんだ。すごいすごいよ井上くん。これ本当に君が書いたのかい。とっても引き込まれたし面白かった。ありがとう。やっとの思いで絞り出した言葉が添えだった。耳が熱い。何度息を吸って吐いても胸がいっぱいになる。そっか、俺今嬉しいんだ。嬉しいし、ほっとした。認められるってこういう感覚なのか。何もかもが初めてで、どう反応したらいいのかわからない。小説書いててよかった。オカルトが好きでよかった。自分の作った世界は間違いじゃなかったんだと実感できたから。それでアドバイスだけど。どうしたの？ごめん、思いつかないや。あんまりにも面白かったから。そう言って笠梨さんは困ったように笑った。
お世辞にしてもちょっと言い過ぎじゃないか。ちょっと不安になってくるくらいだ。ねえ、ところでさ。ん？なんだい？そろそろ本題に入るけどさ、復讐のこと。ほら、俺のことはもう十分分かっただろ。手伝ってくれるよね？いや、まだ。ほら、だってさっきのことはいじめの件とは関係ないし。だから、また明日も来てよ。いろんなことを話そう。楽しいことも辛いことも、何だって聞くよ。君のことを全部知り尽くさないとダメなんだ。いじめっ子って言ったって、見ず知らずの人を呪うのは気が引けるから。それなら仕方ないな。ちょっと井上くんの表情が曇った感じがするけど。ありがとう。それじゃあまた。パタンとノートを閉じ、俺は笠梨さんに背を向けた。明日はあいつらの顔を見ずに済むと思ったのに、がっかりだ。けど、わがままも言ってられない。あいつらの生死は、今や笠梨さんにかかっているんだから。明日こそ、彼にあいつらの息の根を止めてもらわなくちゃ。俺は、足早にその場を立ち去った。月はまだ見えなかった。さあ、シーン3、変わらず水曜橋。22日。あれ結構ちょっと、経った？あ、1週間経ってる！笠梨さんと出会ってから1週間が経った。あれから毎晩両親に見つからないように家を抜け出すのは、骨が折れた。そんな俺の苦労を知ってか知らずか、笠梨さんは一向に約束を果たす素振りを見せない。もたもたしている間にも、いじめはどんどんエスカレートしていく。特に昨日は最悪だった。いつにも増して強い雨の中、俺はめげずに彼の元へ向かう。もう、我慢の限界だった。やあ、井上くん。今日もノートを持ってきてくれたかい？ないよ。捨てられた。え？あいつらに取られて、学校の掲示板にさらされたんだ。その後、破かれて捨てられた。今まで大事に書き留めてきたオカルトノート、笠梨さんが褒めてくれた文章の数々、全部ゴミになった。バケツで頭から水をかけられた時も、ネットに写真を晒された時も、ずっとあのノートのことを考えてた。あのノートの中身は、いわば俺だけの楽園だった。好きなものがたくさん詰まった場所だった。誰にも邪魔されないと思っていた。けどそれは思い過ごしだった。今の俺にそんな幸せを持つ権利なんてないからだ。そんな、ひどい。みんなクスクス笑ってたよ。バカにしてさ、あざけ笑うってこういうことかって思った。今までだって誰も俺の夢を真剣に聞いてくれる人なんかいなかったし、分かってたけど。だけど、僕がいるじゃないか。素敵な夢だ。他の人が何て言おうと、応援するよ。幽霊にしか応援されないなんて、余計に惨めだよ。でも、笠梨さんは、すぐに反論するのをやめた。優しい人をなじるのは辛い。でも、彼を傷つけるのは簡単にできてしまう。ねえ、笠梨さん、死ぬのってどんな感じ？いきなり、何を言い出すんだ？教えてよ。俺わかんないからさ。死んだこと一度もないから。そうだな。寂しいよ、死ぬのって。寂しい？痛いとか苦しいじゃなくて。自分が死んでも世界は何も変わらないって思ったら寂しくなったんだ。僕は何も残せなかった。何もなせなかった。それが肌身に染みて感じるんだ。今もね。
死ぬってそういうことなのか。痛みや苦しみより心に空いた虚しさが勝つものなのか。それじゃまるで今の俺そのものじゃないか。殴られたり蹴られたりするより夢をバカにされた方が辛かった。あの時自分の心の一番奥底にある温かい光を潰されたような心地がした。惨めだった。今まで何をされてもずっと泣かなかったのに、目の前でノートを破られた瞬間、どっと涙が溢れた。お前には何も残せない、何もできない、そう言われたような気がして。その気持ちをあいつらに味わわせてやれるんだね。それはそうとは限らないけど、ねえ本当に君は。もういいよ。あのさ、いい加減復讐手伝ってよ。このまま人生めちゃくちゃにされ続けるのはうんざりなんだよ。サナシさんだってそうだろ。誰かのせいで不幸になったから自殺したんだろ。冷え切った沈黙の中、雨足が強さを増す。素直にうなずけばいいのに、笠梨さんはうつむいたままだ。どちらにせよ彼の答えは分かりきっていた。目の前にいる幽霊は憎しみを抱えて死んだんだ。そう、俺たちは同じ穴のムジナ、人生の負け組。それなのにどうして笠梨さんは俺の願いに応えてくれないんだ。笠梨さんなら助けてくれると思ったのに、今まで優しくしてくれたのはむしろ俺を失望させるためだったんじゃないか。俺の気持ち分かってくれるよね。あいつらのこと憎くて仕方ないんだ。この世から消してやりたいんだよ。頼むよ。呪いでもたたりでも何でもいいからさ。井上くんは本当にそれでいいのかい。後悔するかもしれないよ。しないよ、絶対しない。すっきりして最高の気分になるに決まってる。あいつらの葬式で笑ってられる自信だってあるよ。今はそうだろうね。だけど僕はどうしても復讐を終えた後に君が幸せになれると確信できないんだ。たとえ手を下したのが君自身じゃなくても、他人の人生を終わらせたという事実に大人の君は罪悪感を抱くかもしれない。本当にそれでもいいのかい。一生後悔しないと、そう誓えるかい。ここがエンド分岐か。いやーでもなんかな、どうなんだろう。もうここまで来たら井上くんは絶対に頼んじゃうと思うんだよ。俺は笠梨さんがどう出るかは全くわからないけど、いやー頼んじゃうだろうな。ちょっと頼む方から見ていく形になると思います。復讐を頼む。誓うよ。何があっても俺の気持ちは揺るがない。だって頼れるのはあんたしかいないんだから。僕しかいない。傘を持つ手が震える。必死になって絞り出した言葉を笠梨さんは静かに聞いていた。もう後戻りはできない。俺を見つめる笠梨さんの瞳を見てそう感じた。そうか、本気なんだね。いや、ずっと本気で言っていたんだよね。うん、ごめんね。ずっと君の言葉を真剣に受け止めてやれなくて怖かったんだ。誰かの人生を変えてしまうことが。
君をいじめる人たちの人生を終わらせることもそうだけど、これは君自身の人生を左右する出来事でもあるから。けど今やっと決心がついたよ。ありがとう。君の復讐を必ず果たしてみせる。約束するよ。ありがとう、笠梨さん。これでも嫌な思いをせずに済むんだよね。ああ、君はもう傷つかなくていいんだ。どんなにひどい雨でも、僕が君の傘になる。だから、もう安心していいんだよ。こんなこと言うの、柄じゃないけど、笠梨さんと出会えてよかったよ。それじゃあ、また明日。雨風が荒々しく吹きすさぶ中、俺は水曜橋を後にした。やっと地獄から解放されるんだ。もう誰も俺の夢をバカにしたりしないんだ。こんな天気だけど足取りは軽い。俺の心はすでに晴れ渡っていた。ありがとう、笠梨さん。明日が待ち遠しいよ。家に帰ったからもずっと俺は笠梨さんのことを考えていた。聞きそびれていたけれど、彼はどうやってあいつらを呪い殺してくれるんだろう。中学生が何人も正体不明の突然死なんてしたら大事になるに違いない。けどきっとうまくやってくれる。そう信じるしかなかった。僕が頼れるのはもう彼一人しかいないんだから。朝が来た。眠れていないので意識がふらつく。昨日の雨の匂いがどこか残っているような気がした。まあそうだよな、復讐の当日というか、ドキドキはするわ。そら寝られないか。テーブルに置かれた朝食をつきながら、何の気なしにテレビに目をやった。そこには予想もしていなかった現実が映し出されていた。やっぱりそういうことか。ただいま入ったニュースです。足立区の住宅街で凄惨な殺人事件が起こりました。容疑者は深夜3時頃に被害者の中学生の住宅へ侵入し、寝ているところを絞殺した疑いで逮捕されました。現在容疑者は犯行を認めており、大切な人を守るためにやったなどと意味不明な供述を繰り返しているとのことです。エンド1、人出なし。ああ、なるほど。最初ちょっと思ったこと当たってたね。半分ぐらい当たってたね。やっぱり人間だったんだ。でもじゃあどうして笠梨さんはあの日、井上くんがあの橋に行った日に傘も差さずにあそこに立ちすくんでいたのか、空虚な目をしていたのか、空虚な目のまま手を汚してしまったのか、わからないまま。今思えば笠梨さんは向こうなのに、毎回傘を差してきている井上くんの傘になるよって言ってくれたんだよな。いや、ちょっと難しい、これは。じゃあちょっと、あそこの分岐の復習を頼むかどうかのところまで、行こうと思います。はい、ここまでやってきました。それでは、笠梨さんに復習を頼まない方を、選択していこうと思います。
や、俺も本当はこっちを選びたかったんですよ。そこまで言うなら分かったよ。よかった、分かってくれたんだね。ああ、俺自身の手であいつらへの復讐を果たす。相談に乗ってくれてありがとう、笠梨さん。俺やっと決意できたよ。え、ちょっと待ってくれ、そういう話じゃないだろう。復讐するって言ったって逮捕されたらどうするんだ。殺人罪なんて犯した日には。知らないよ、誰も助けてくれないなら自分で何とかするしかないだろう。本当は怖いけど、でももうそんなこと言ってられないんだ。このまんまは嫌なんだよ。笠梨さんだったら俺のことを理解してくれると思ったけど、期待するだけバカだったね。ごめん。わかるよ、君の気持ち。は？今更なんだよ。偉そうに説教すんなら真っ当に生きてから言えよ。自殺したような弱い奴に言われたくねえんだよ。ほら、反論できないでしょ。やっぱ俺の方が正しいんだ。してないんだ。え？してないんだよ、自殺。それに死んでもいない、まだ。何言ってんの。今まで騙していて本当にすまない。僕はね、幽霊じゃなくて生きた人間なんだ。そうだよね。君と出会った夜、自殺を図ろうとして、そこでちょうど君に呼び止められた。あ、やっぱそういうことだね。やっぱな、自殺しようとしてたんだ。だからうつろな目をしていたんだよね、今にも消えそうな。とっさに笠梨さんって呼ばれて戸惑って、けどたった今自殺しようとしていたところだなんて言えなくて。それで君の話に乗るようなことまで言ってしまった。期待させてごめん。嘘だ、だって都市伝説に。うわ、マジか。そう言いかけた瞬間、突然笠梨さんは腕まくりをした。白く細い腕には無数の生々しい切り傷があった。彼が爪を立てると傷口が開いて真っ赤な血が垂れた。それこそが彼が生きているという証拠だった。信じてくれるかな、僕が人間だってこと。君の夢を壊したくなかった。一時は本当に復讐の手伝いをしようとさえ思ったよ。僕には失うものなんてないからね。けど僕にそんな勇気はなかった。だから悩み続けて一週間も経ってしまった。僕にとって一番辛いことは、君が感情に任せて将来を台無しにする行いをすることだよ。だって君には素敵な夢があるから。誰かの命を奪えばそんな夢さえ失うくらい重い罪を背負うことになるんだよ。それで納得させたつもり？死のうとしてたくせに命の大切さなんて解いちゃってさ。生きるか死ぬかを決めるのはその人自身にしかない権利だと僕は思う。それに誰かを殺して終わる復讐よりも、自分が幸せになって見返す復讐の方がよっぽど建設的だろ。自分が幸せになるなんて想像つかないよ。僕もだよ。このまま不幸でいるくらいならもう死ぬしかないと思ってここに来た。そこで同じように誰かの助けを求めている君と出会った。
ありきたりな言葉だけど、運命だと感じた。君の復讐を止めること、きっとそれが僕が死ぬ前にできる最後の善行なんだ。だから、雨が止んだ。わかった。わかったよ。約束する。もう誰かを殺すなんて言わない。他の人に頼みもしない。小説家になる夢を叶えて、絶対にあいつらを見返してやる。俺の好きなものは間違ってなかったって証明したいから。ありがとう、本当に強い子だね、井上君は。笠梨さん、その代わり約束してよ。え？死なないでよ。俺、この後笠梨さんが死んだら一生恨むよ。ずっと泣くよ。それでもいいの？ただ、お得意のだんまり。この人のこういうところはもう飽き飽きだ。なんとか言えよ、弱虫。すまない、その約束はできない。僕は生きていく目的も自信もないんだ。そんなの関係ない。俺が生きてって言ってるんだよ。生きてほしいんだよ。俺の夢を真剣に聞いてくれたの笠梨さんだけなんだ。あんたがいなくなったら誰も応援してくれないかもしれないんだよ。それでもきっと大丈夫だ。絶対に夢を叶えるんだろ。わかった。じゃあ俺、小説家になったら笠梨さんの話を本にするよ。それって、俺最低野郎だからさ、笠梨さんのことひどい扱いするよ。性格もねじ曲げるし、最後はコテンパンにする。死んだ後、あんたの悪評だけがずっとこの世に残り続ける。みんなあんたのことを悪霊野郎だと勘違いする。だからさ、それが嫌だったら俺の文章を直しに来てよ。井上くん。じゃあ、俺もう行くから。あんたをコケにする言葉、いくつも浮かんでるんだ。忘れないうちに書き留めておかないとね。いつしか雨は上がり、雲の隙間から小さな星々が見えていた。目を凝らさないと見えないほどわずかだった。もう傘はいらない。俺は涙がこぼれないうちに笠梨さんに背を向けて走り出した。まだ湿気の残っている風の中をかき分けていくように走る。どんどん笠梨さんとの距離は離れていく。あの人は少なくとも今すぐ川に身を投げることはしないだろう。だけど明日やその次の日はどうなるかわからない。笠梨さんに生きてほしいから俺は小説を書き続ける。いつかあの人が俺の元にやってくるまで。エンド2、育児なし。ああ右に傘差した二人がいる。いや、よかったー。ちょっとほろりとくる、めちゃくちゃいいシナリオだった。はい、ということで笠梨さん実況プレイ、これにて完結となります。いや、面白かったー。井上くんのキャラクターデザインめちゃくちゃ好きでした。いや、笠梨さんのデザインも俺めちゃくちゃ好きでした。
てかもうこのタイトル画面がドンピシャすぎて僕このゲームやろうと思ったんですけど、いやなんかそのホラーとかそのオカルトとブロマンス、その男同士の友情みたいなものとハートフルとかそういったものがこう集まったこうノベルゲームだっていうのはこう前情報としてあったので、いやそれ踏まえてこうやってよかった、面白かったです。めちゃくちゃこのね、あの作者様ひとさじさんはですね、あのありがたいことに僕のあの知り合いの配信者さんのなんか友達でして、なんかねありがたいことにそのお話しさせていただいたりとかしたんですけれども、あの前にやったブーリアンっていうあの AI とそれ作ってる人の話のフリーゲームとかもね、あの同じ方が作っててめちゃくちゃ良かったので、よければあの単発のゲームの方でそちらもね再生リストからよかったら見てみてください。いやこの方の書く話好きだなー俺。いやこれだからフリーゲームやめられないんですよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。面白かったらよかったらチャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターなどのフォローもお願いいたします。ぜひとも皆さんもこのゲーム、スマホでも遊べるのでね、ダウンロードし、あれスマホなかったかもしれん。でもスマホで遊べるゲームもね、あの別でこの方出してるので、ぜひともスマホの方も、パソコンの方はね、全部遊べるので、やってみてください。またお会いしましょう。バイバイ。心配いらね俺ら二人、yeah. 本来やるべき君のもとに、hey. 後悔残さない俺ら二人、本来やるべき君のもとに、もうきっと変わらね俺ら二人。